足を細くしたい人はヒップリフトを今回のやり方でやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、ヒップリフト足痩せバージョン、各足10秒ずつ一緒にエクササイズを行っていきましょう。まずこのヒップリフトの足痩せバージョンのポイントとしては、太ももの裏にピンポイントで効かせます。通常ヒップリフトをやるとですね、こういった感じで膝90度に曲げて、お尻を高く上げて、肩から膝まで一直線でキープをする。これでもも裏効かしていくんですけども、今のやり方は太ももの裏とお尻に負荷が半分ずつぐらい分かれてしまいます。ですので両方とも結構長い時間やらないと太ももの裏とお尻効いた感じがしません。もちろんそこでお尻を上下さすことによってちょっと負荷が上がるんですけども、それでももも裏とお尻負荷が半分ずつぐらいなので効きにくいです。そこでつく足の位置を変えることで負荷が変わります。通常はここですが、この足の位置を前に出すことによってお尻よりももも裏に負荷が行きやすくなります。ですがこの足の位置によってはこの状態だと前ももに効いてしまったりもするので、かかとを上げるっていうパターンがあります。このパターンだと確かにもも裏に効くんですけども、ふくらはぎに結構効きます。もも裏にも効くけどふくらはぎにも効く。そしてふくらはぎに結構負荷がいきますから、人によってはふくらはぎが大きくなってしまいます。そこでポイントとしてはこの2つがポイントです。つま先を下ろす、そして足を組む。そうすることで太ももの裏にピンポイントで効かすことができて、ふくらはぎの負担がなくなります。今回のエクササイズを紹介します。足の位置が前なほどもも裏に効きます。そしてつま先を下ろすほどふくらはぎの負担が減ります。ですがつま先を下ろすことによって前ももに効きやすくもなってしまうので、そうならないために足を組みます。やってみます。つま先を下ろす、足を組む。そうすることでもも裏だけに負担がいってます。ここでさらにちょっとお尻を上げたり下げたりすることでハムストリングを収縮さすことができて、しっかり負担がいきます。これを左右交互10秒ずつほど行います。お尻を1秒で2回動かします。1、2っていう感じで動かしていきます。足を組むのが難しい方、一直線に組めない方はこういう感じでもいいです。ですができるだけ足の膝が浮かせる足に近い方がもも裏に効きます。遠い方が効きにくいです。そこを意識してできるだけ足を近づけて組んでください。左右10秒ずついきましょう。足をまず前に出す、つま先を下ろす、お尻を上げる、足を組む。ここからお尻をクックッといきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。お疲れ様でした。今みたいに行うことでふくらはぎの負担を少なく、前ももお尻に効く負荷もハムストリングに効かすことができます。足を細くしたい方、スクワットをしても前ももに効いてしまう方、今のヒップリフトでもも裏をしっかり鍛えて前と後ろのバランスが良くなるほど、スクワットをしてもですね足が細くなりやすいですから、今みたいな意識でバランスをとって足の形をきれいにしてください。勉強だったか、頑張ったか、よかったらグッドボタン、そしてコメントシェアもよろしくお願いいたします。これからも少しで効くエクササイズ、ピンポイントで効くエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。
。